おい、誰かいないか。ダミアンに言われてきたんだ。何の用だ。ダミアンに言われてきた。仕事があると。ここは違うぜ。ダミアンから聞いたんだ。ここだと言った。一人か。ああ、一人だ。そうでなきゃ困る。中に入って下に降りろ。そこで話を聞ける。下に行かないのか。俺はエイデン。ダミアンに聞いた。仕事があるんだろ。なるほど。それでお前は死んがおか。ダミアンにも聞かれたよ。それがどうした。ボスが聞いてんだよ。まだ詳しい話を何も聞けてない。はぐらかしてるのはそっちだろ。いいだろ。それなら話してやる。この仕事じゃバザールで顔が割れてるとまずいんだ。なるほど。俺はそれほど知られてない。そりゃいいな。実にいい。どうやら探してたやつが見つかったようだ。何を言ってる。どうするつもりだ。お前に会えたら死んでもいいってやつがいるんだよ。ただし死ぬのはそいつじゃないがな。お前ら。あんたどうして生きてるぜ、クソ野郎。俺をはめたな。え、そんな違う。俺は何も。ただ言われた通りに人を集めてただけで、それだけだ。奴らは誰なんだ。なぜ俺を探してた。
知らないんだエイデン。本当だ、信じてくれ。誰でもいいから知らない顔をよこせって言われたんだ。理由は聞いてない。言われた通りにやるしかなかったんだよ。奴らルーカスの死と関係が？は？違う。つまり違うと思いたい。もしそうなら最悪だ。俺は本当に何も知らない。俺の前にも誰か送ったのか？その全員が殺されたのか？何をしたダミアン？知らなかったんだ最初は。後で知ったけどどうにもできなかった。無理だった。ダミアン何人だ？一体何人死に追いやった？やめてくれエイデン、悪かったよ。でも仕方なかった、はめられたんだ。信じてくれ、兄弟が人質に。兄弟？それはどういうことだ？奴らはクリフを捕らえて脅してきたんだ。従わないと殺すって。うまく立ち回れば解放してくれると思ったんだ。もうもてあそばれるのはたくさんだ。クリフを取り戻したい。手を貸してくれ。お前のせいで殺されそうになったのに兄弟を助ける手助けが欲しいってのか？怒るのはわかるけど、奴らがあんたを探してた理由をクリフなら聞いてるかも。もしそうなら助ける価値あるだろ。分かったよ。本当に知ってればいいんだがな。探してみたがクリフの痕跡はなかった。マジか。あーくそ。なあ、まさか奴らに殺されたんじゃないよな？結論を急ぐんじゃない。ならどこに捕まってるんだ？くそ、全部俺のせいだ。バカなことを。送られた人たちのことはお前のせいだ。お前の兄弟のことはどうかな？最後に見たのは東コーリーエンドだ。デビルズブリッジのそばの、そこで襲われた。クリフを人質に取られて、俺は奴らの命令に従うしかなかった。クリフの命を守りたかっただけだ。エイデン、人が殺されるなんて思ってなかった。デビルズブリッジ？建物の名前だよ。中世には悪魔が住み着いてると言われてた。大昔の話だ。もう誰もそんなもん信じてない。アウトブレイク前は車の修理店だった。今じゃ盗賊のたまり場さ。分かった、デビルズブリッジの周辺を探してみよう。エイデン、やってくれんのか俺のために？まさか。これ以上お前のせいで死人を出さないためだ。せかしたくはないけど、クリフが危ないんだ。
れはやばいぞ。ここに来るとは。
嘘だろ。ダミアン、俺はクリフだ。驚いた、そっくりだな。ダミカ、お待て、ダミアンに言われてきた。どうやって逃げたんだ。逃げる理由なんかないぜ。お前奴らの仲間になったのか。ああ、まあな。なあクリフ、俺が知りたいのは指揮官のルーカスが殺された件だ。ピースキーパーの指揮官か。奴がなんだ。お前たちが彼を殺したのか。まさか、自殺行為はしない。それにもっと大物を狙う。例えばあんたとかな。俺、どういう意味だ。あんたもダミアンも気づいてないのか。そうか、可愛いダミアンだがバカ、昔から。実の兄弟を騙して無実の人たちを死なせたのか。俺を探すために。ワルツはあんたにご執心らしい。というか、ディランから渡されたもんにかな。待て、ワルツだと。どこにいる。さあな、俺もまだ全部は聞いてないんだ。エイデン、いるか。クリフは。ああ、よくないし、やつだ。ダミアンか。よー、悪いが話はまた後だ。
さーて、あんたはようやくワルツ博士に会えるぜ。博士は下で待ってる。おい、みんな、博士が探してたやつだ。クリフ、おい、お前、何を言ってる。おやおや、博士が喜ぶだろうな。もう二度。おい、聞こえるか？ダミアン！なあ、聞こえてないのか？
仕事でこんな変をするやつ。ダミアン生まれて初めて見たぞ。入れてくれ。死ぬようできると思ったんだ。開けないと何言ってるか分かってるのか。勘弁してくれ。大したことないだろう。黙れ。おいおいおい、どうしたんだよ。ダミアンは塔に閉じこもっちまった。他に中に入る方法はないな。普通には無理だ。今までにも壁を登ろうとした奴はいたが、大概途中で下に落っこっちまう。やってみるか。いつもみんな言うんだ、そろそろ冬に備えるべきだって。ダミアン、来たら飛び降りる。待て、分かった、止まった。落ち着くんだダミアン、お互い落ち着こう。何の用だ。話し合おう。何について。そうだな、命のことだ。ふざけるな。いや、気にしてるんだろ。大勢を死なせたのに自分が生きてること。ダミアン、俺が殺したんだ全員。いいか、悪いのはあいつらだ。お前は悪じゃない。兄弟を助けようとしてた。あいつらがお前を追い詰めた。だけどクリフたった一人のために俺は数えきれない人々を殺しちまった。違う、お前は仕事の斡旋だけで手は下してない。他にやりようがあったか。信じろ、俺は善の名のもとに多くの悪事を働いてきた。ただの悪いこともな。だが俺は悪じゃない。お前もだダミアン。いや、俺は別の方法を探すべきだったんだ。目を閉じると今まで声をかけた相手の顔が次々浮かんでくる。お前死顔なのかって。みんな死んだ。結局はクリフまで。俺のせいだ。もう耐えられない。耐えられるさ。それをこれから証明すればいい。自分の人生を生きろ。一日を大切に生きるんだ。罪を犯しすぎた。俺はダメだ。手遅れだ。すまないエイデン。詰めろ、俺も飛び降りる。おい、正気かよ。そうさ、一緒に行こう。ただ死人が一人増えるだけだ。
どうして、いや本気なはずが。試すか、飛べよ。ほら飛べ。俺も続く。飛び降りたやつのほとんどは空中で気が変わるらしい。嘘だ。マジだ。落ちながらこう思う。クソ、人生で一番のヘマをやらかししまった。もうすぐ頭がスイカみたいに潰れて手足が動かなくなってのたうち回り、殺してくれってわめくんだってな。だがな、ここでお前を殺してくれるやつって言ったら感染者だけ、やつらにむさぼり食われるんだ。ゆっくりと。じゃあ行くぞ、下で会おう。待て、話がしたい。何を？わからない。命についてか。ああそうだな。でも俺に生きる資格はない。大勢の人が死んだ。俺のせいで。お前壊れたレコードかよ。もういいだろ。さあ落ち着くんだ。そしてそっから下がれ。じゃないと本当に落ちるぞ。彼らの死が痛ましい。それはお前に両親があるってことじゃないか。そんなやつこの町じゃ珍しい。お前には両親がある。だから生きるべきだ。そしてやったことを償い、飛び降りるのはいつでもできる。明日でも明後日でもな。止めはしない。ただ忘れるな。今言ったようにしっかり償うんだ。その償いが終わるまではがむしゃらに生き続けろ。なあ、お前のせいで何人が死んだと思ってる。エイデン、そんなこと言わせないでくれ。8人くらい。8人か、いいね。はあ、いいか、今後お前は8人の命を救わなきゃならない。いいな。でも死なせた分救うんだ、ダミアン。いいな。わかった。そう、それでいい。本当にいいのかな。大丈夫。お前に仕事がある。おい、それ俺のセリフ。こりゃ驚いた。冗談がわかるとはな。不謹慎な冗談だぞ。いや、むしろこの状況にぴったりだ。エイデン。ん？ありがとう。気にするな、俺が救った命だ。粗末にすんじゃないぞ。どうしたダミアン、何があった？飛び降りる気だったのか。ああ、けどエイデンが。全部自分のせいって何のことだ、話してみろ。ああ、バザールの人間もクリフも。ああ、バザールの人間もクリフも死んだ。俺のせいでクリフを捕まえた奴らに強制されたんだ。でも許されない。俺はクソだ。もう生きていけない。ダメだ、法の裁きが下るまでは死なせない。エイデン、あんたは関わるな。公主台でこいつの隣にぶら下がりたくなげな。